こんにちは、イーです。ポンです。はい、今までですね、日本人もっと知りたい、日本人がベトナム人のことをどう思ってるのか、ちょっとすごいたくさん質問をいただいたので、今日は直接日本人に聞いていきたいと思います。では今回のゲストはですね、日本人のポンさんです。はい、簡単な自己紹介お願いします。はい、はい、こんにちは、ポンです。今年22歳です。ベトナムにはインターンで1年間住んでました。趣味はスポーツです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速質問を聞いていきましょう。ベトナムに住んでみて住みやすいですか？不便なこと何かありましたか？そうね、電車がないとか、バイクが多すぎて道が渡れないとかそう、私もね、帰った時も全然渡れなかったわ。弟に連れて行ってもらったマジか。まあでも慣れたらね、まあ電車なくても Uber とかクラブとかあるし、便利だね。便利ですね、安いしね、ね、住みやすかったです。はい、はい、ありがとうございます。ベトナム人の友達はたくさんいると思いますが、日本人から見てはベトナム人はどうですか？結構親しみやすい人が多いと思う。なんか例えばなんか会ったばっかりなのに家族なんかね、家呼んでくれて家族と一緒にご飯食べたりとかあるよね。だから結構親しみやすい人が多いかな。あとはやっぱ日本語もね、勉強してる人多いし、はい、日本好きって言ってくれる人も多いからね。最近多いね、結構みんな普通に喋れるから、ね、よかったです、どんな国でもやっぱ文化の違いはあると思いますが、それでやっぱ性格合わないとかそういうところがあると思うんですけど、まあ、ベトナムでこういうとこ合わないなと思うのはありますか？なんかメッセージメッセージのこととかで返事が遅いと怒られるとか、ね、あ、やっぱり、やっぱりとかね。あとはなんか気持ちをすごいストレートに伝えるのがベトナムの人上手だと思うんだけど、例えば日本だったら愛してるとか言わない、言わない、めったに言わない、多分人生に1回かね言うか言わないかぐらいだから。ベトナム人毎日言うもんね。ね、だからそれはね、結構違うなって、ね、恥ずかしいもんね、なんか言うのが、でもみんな結構ベトナム人逆に言わないと好きじゃないのって言われるね。ね、すごいね。そうだね、そこはちょっと難しいところだね。逆にこういうところはいいなとか、日本人もこうしてほしいとかいうところはありますか？そうね、やっぱベトナムの人家族とか友達とかすごい大事にするからね、日本人はね。そうだね、なんか親の言うことを基本聞かないね、連絡もあんまりしないし、しないね、もう大学になったらみんな一人暮らしになっちゃう、ね。それはね、日本もいい なればいいなっていう。あとゆっくりね、ベトナムゆっくりしてるし残業とかもね、あんまり、ね、そうないから ね、日本も残業当たり前だもん、逆にしない方がなんか、ね、大丈夫こいつ確かに、ね、そこは ねベトナムを見習いたいです。ベトナムに来て文化の違いで最初ビビったことは何ですか？なんかバイクは当たり前、多分みんなビビるんだけど、あのねバイクに乗ってる女の人でっていうね、ベトナムにも忍者がいるね。忍者ね。忍者リート。あれはね、初めて見たときにやばいね、あれはびっくりした。私もビビるわ、多分ベトナム人みんなビビると思う。ビビる日本人だけじゃない、ね、他はね、あとこんな夜とかね、ネズミ、
でかい。でかいのがね。このぐらい。これぐらいがいるから、ね。やばい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 怖い。びっくりした。うん。日本はネズミ見たことない。ないね。なかなか見たことない。ね、あと日本に戻ってきてから気づいたけど、うん、なんか車がね止まってくれない。そう日本に戻ってきてね横断歩道とかね。渡ろうと思ったら絶対車が止まってくれるからそこはねお互い待っちゃうよね、日本だとベトナム慣れてねベトナムは絶対待ってくれない、うん、あそうねぶっちゃけの話です、うん、日本人の男性から見るとベトナム人の女子みたいな可愛いですかわいいですね、はい、人それぞれだけどね、はい、人それぞれだけどね、はい、まあでも、うん、なんかね化粧をさしてる人が少ない、ね、少ない日本はもう高校生からもうほぼ多分ねするけどだからそうねしないね基本、うん、もう大学生でもあんまりする人いないからねめんどくさいのかな、うん、私日本住んでたからわかんないけどやっぱみんなしないから私もしなくていいやっていう、うん、多分考えがあるんだろうな、うん、ね、うん、まあ、ポンは男だからわかんないけどねポンはしないね男だからわかんない、うん、はい、はい、ですありがとうございましたでベトナム人のことを知ってる日本人ってやっぱなかなかいないので今回こういう意見を聞けて本当に良かったです嬉しいですありがとうございましたはい、で今回のインタビューはですねやっぱベトナムに住んだこと住んだ経験があるポンさんからの意見なのであまあ決して日本人みんなそう思うと限らないのでご了承くださいまあ最後に視聴していただいている皆様に一言お願いします、はい、じゃあ僕は今ねベトナム語を勉強してるので、まあ、Facebook とか YouTube とかやってるので、まあ、ぜひ交流しましょうしましょうはい、はい、お願いしますお願いしますはいでまあポンさんとこれからまだいろいろ動画を撮る機会があるのでもしみんな日本人のことをもっと知りたいとか質問があればコメントに書いてくださいポンさんに答えてもらいますOK はいお願いしますはい、はい、です手加減に旋回今日も動画見てくれてありがとうございますよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますまた次の動画で会いましょうバイバイリーでしたポンでした今日も動画見てくれてありがとうございますよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますまた次回の